ボンジュー YouTube。 今イタリアですね。イタリアのね、アオスタから南の町コーニュから、さらに少し入ったところのビラっていうキャンプ場がある小さい町があります。村ですね。村からスタートで、まずこのオフュージオ、避難小屋ですね。避難小屋の手前を横切って一周します。一周するんですが、天候が不安定なので、2つのグループに分けて進みます。今日は僕と長男でこの山一周します。午前中は晴れていると思うので一泊二日で突破してみます。はい、山の中腹まで来ました。朝の朝食から4時間歩いて、もう少しで避難小屋、フランス語読みだとソーニュに着きます。あれですね、ソーニュ2530メートルです。今長男と2人で登ってます。奥さんと次男は天候が崩れるので先にテント場村まで引き返しました。イタリアは2500メートル以上じゃないとビバーク、野営テントが張れないので、この小屋2530メートルより上で今日はビバークします。今1時前、天気予報では1時から5時まで、雨、まあ、夜もね雨が続くと思うけど、午後が雨で崩れるのでちょっとだけ様子見で、その雲次第で、隣の谷へ向かう峠を越えます。2900メートル、こっから2時間でコルに到着するんじゃないかなと思います。この周りの山はだいたいね2700から2800メートル級の山ですね。このルートはアオスタ渓谷のトゥールドアオスタっていうのが一周3週間かけて歩くルートの一部ですね。本当はね、はい、避難小屋に着いた。この小屋の横を過ぎて、あのコルを越えると次の山に入っていきます。次の谷にね、ちょっと小屋で一休憩しましょう。よし、さあ次や、そこのテーブル行こうか。そこのテーブルでちょっと一回休憩しましょう。あ、すごい、自転車置き場がある。はい、着きましたで、
次の避難小屋まで2時間半ですね。これが谷の向こうの一番近い、避難小屋。よっしゃ、よし。雲が少し逃げて白くなったので、もう少し上がってみることにします。はい、少し天候が崩れてきたけど、もう 1,2 時間歩いてみます。あそこの峠ですね、この峠をまず目指します。これですね、コルフネートル、窓峠。だいたい1時間、あそこの上まで1時間。僕たちはあの峠を着いたら横にトラバースして向こうの谷に降りるので、さらに1時間次の峠までね、を目指します。今日はさ、僕たちが出た村はこれやね、リラ、イタリアのリラっていう集落を抜けて4時間で登ってきました。下りは2時間半。まあいくつか、避難小屋があるので、まあ天候が崩れても逃げれるんじゃないかなと思います。もちろんあのテント持ってるけど、よし、小雨が降ってるけど出発しようか。行きましょうか。はい、次の分かれ道まで、今から向かうパッソ、峠ですね、パッサージュ。峠はね、ここ今から1時間50分パッソ・インベルジュっていうところまで向かいます。今から2時間。雲の様子を見てみると、まあ、先より随分良くなって雲が逃げたので、さっきまでね、あそこの今から向かう峠に、黒い雲がかかってて、随分あの雲が高くなりました。で、反対側見てみても随分逃げた。今長男が向かってるあそこのコルですね、峠が、ここから5分、次の谷間に入ります。終着地点はね、このギミランっていう村ですが、4時間45分、ちょっと近い感じがする。ちょっと場所が、ちょっともっとかかるんじゃないかなと思います。手前にラゴ、湖があります。30分。そこで一休憩ですね。あそこの、今あそこあれね、あの小屋から歩いてきました。あそこで昼休憩して、ここまで55分かかりました。人間の足って偉大ですね。歩けば進む。最後の、あの峠まで、窓峠っていう名前がついてるあそこまで、あの少し避難小屋があるようなので、これね、これぐらいか、あれ避難小屋がちょっと見えるので、どんな避難小屋か見てきます。もし今日天候が崩れたら
あそこに逃げ込めるかもしれません。今の標高で2,890メートルぐらいかな。すぐ近くに見えるのに。一歩一歩が進みません。もう少し、もう少しな。着いたぜ、YouTube。見え。着きました。船とル、シャンポクシェ、シャンポクシェの窓、2,827メートル。ですね。次の村のシャンポクシェまで4時間。もう一個手前に、あ、真っ白、何も見えない。ここから30分歩いたら次の、避難小屋があります。そこは、人が運営しているので、コーヒー、お茶、宿があります。これ今は僕たちが歩いているのはルート2ですね。トレッキングルート2で、うわぁ、綺麗じゃん。はい、ご苦労さん。これ今が上がってきました。風が、よし、下りは楽なこと全然息がアレン。さあ、レッツゴー。
なあ、もうすぐ疲れて、あー気持ちいい。これが向こうの谷ですね。向こうの谷。おお、また違う景色が広がってる。あー違う山が。山が赤いな。あーこれが峠の素晴らしい瞬間。この10秒間のために。登ってきたような思いで、ここ今5時20分、9時20分に出発したから、10、11、12、13、14、15、16、17、8時間歩いてるな。1時間半休憩したとして、まあ6時間半か。よく歩いた。よく歩いたけど、そんな歩いてないっていうね。1年半のロックダウン引きこもりで、ね、体力が落ちてます。え2年間、ね、でもまあ晴れた。5時1午後はずっと雨だっていう天気予報やったけど、守られて晴れました。こんな感じ。ある天気予報は全然当てにならんけど、
よし、ここを天板にします。あそこかな、天板ね。今日の天板決定。暗くなる前にご飯にしましょう。はい、よっ。